今週はですね、広めの歴史についてお話を伺っていきたいなと思います。はい。まずその広めって日本ではいつ頃から食べられているんですかはい。えー、これは正直に言いましてわかりません。<laughs> なかなかあの古い文献に広めという名前が出てこないんですね。ま、あの、ワカメというのは古い文献にワカメと書いてるわけではないんですけれども、いろいろ表記はあるんですが、まあ、ワカメだとされているものは、えー、一番古いものですと、大法律量。 え、日本で最初にできた法律と呼ばれている、701年ですね。年。はい。アスカ時代の701年に制定された大法律令。え、こちらの、え、租税制度で、うん、あの、学校で、よう要て3つ。 習ったのを覚えている方もいるかなと思うんですけれども、うん、米で蝶の雑物というカテゴリーがありまして、蝶が特産物なんですね。用、はい、が布ですね。蝶の雑物が31種類あるんですけれども、はいうん、その中に海藻と思われる表記が8種類記載されています。31分の8ってだいぶ割合が高いですね。そうですね。まあ、やはり昔は天然の資源というのも限られていましたので、うん まあ朝廷に献上する食材として海藻も重要な産品だったのかなと思われます。1300年くらい前に日本全国から、はい、あの各地の海で取れた海藻が朝廷に税として、はい、まあ徴収されていたわけですね。その頃。 ででで乾燥させてて持っていくんすすかそうですね、うん、基本的に海藻はもう地元の方は当然生で食べる、うん、あの湯がいて食べたりっていうのはあると思いますが、はい、まあ保存性が高いというのも特徴ですので干した状態で持っていくと、うん、でまあ都で墓の川の水かなんかで戻して食べてたとはいそで,、ねはい、でその時の海藻はまあおそらく今の わかめであろうと。はい。まあ、のりとかわかめ、それから、えー、みるという階層があるんですけれども。<る>はい。えー、漢字で海の松と書きます。これ、田辺湾にも普通に生えてる階層なんですが、<ー>着物を着る方だと、ミる色とか、あとみるもん、みるの模様が、あの、デザインとして、衣装としても当時から使われてまして、はい 万葉集なんかにも歌われている海藻ですので、実は昔の人の方が馴染みがあった海藻なのかなと、今はもう見向きもされてないですえそれはその食用としての価値があまりないというか、はい、あんま食べれなくはないんですけれども、うんえー、三重県の方でも食べるような文化は多少あるそうなんですが、今もうおいしいものがたくさんありますので、あまあわざわざ取ってというところではないですね。 大法律令の頃になりますと、はい、そのいろいろ木簡ですとか文章がですね、書物などにも出てくると思うんですが、はいはい、文献にその広めが出てくるのはいつ頃になるんでしょうか。はい。えー、一番、ちゃんと本当にこの広めを指していると思われる文献ですね。はい、えー、それは、1848年、まあ、紀州藩なんですけれども、はいえー、熊野物産書士という図鑑のようなものをですね、うん、江戸時代の黒田水山という、 えー、和歌山の博物学、まあ、本、うん、本草学者といった方がいいんでしょうか。あの、まあ、和歌山というとやっぱり熊楠さんが有名ですけれども、うんうん、熊楠さん以外にもそういったあの、 本草学、博物学の研究者って結構たくさんいまして、うんあまあ、その中の一、えー、人なんですけれども。本草学というと、まあ、主にその植物を中心として、まあ、医学ですとか、はい、まあ広い学も収めていた学者の方々の総称ですね。はい、そうですね。まあ、黒田水山さんという方が1848年に熊の物産書使用という書物を書き、はいはい、その中に広めが出てくるんだと。はい。で、ここで、えー、しっかりと一羽目というふうに表記されてまして、 漢字の位置にカタカナのと、はい、で、漢字の葉っぱにカタカナの目。で、一葉目。一つの葉っぱの階層。で、今、一葉目なわけですね。はい、で、このしょ、えー、記述が、田辺湾にサンス。うん、形状ワカメに似て、ちょっと読めません、以降は。<ー> <laughs> はい。あ、はい。はい <laughs>。田辺海にサンス。田辺海一葉目。はい、田辺海にサンス。形状ワカメに似て順端、順単。 単黒色あ潤っていて短くて淡い黒い色をしている、色の表記をしてるわけですね。そうですね、うん、まあちょっと、このワカメより色が黒いって言われるとどうなのかなという部分はあるんですけれども、まりその文章としては出てくるけれども、えー、イラストとかがあるわけではないんですね。そうですねなるほど、なるほど。もちろん当然写真もないわけですね。はい この1848年には、まあ、書物、はい、にもそのトハメという名前で出てくるんですが、ヒトハメとロメっていうのも、これはまあ、二つ読み方があると思うんですが、えーはい、今はヒロメの方が一般的って言っていいんですかねはい。まあ、これ、生き物の名前というのはですね、はい、まあ、いろんな、あの、名前がついていまして、ヒロメというのは、いわゆる標準和名と呼ばれている、あの、図鑑に載っている名前ですね。まあ、日本で共通の名前です。例えば、イガミっていう魚、はい、 これ図鑑にはブダイと書かれています。ブダイという魚を、えー、和歌山では、いがみと呼んでいたり、うん、で、この、広めはですね、えー、図鑑に載っている名前です。つまり、まあ、標準語なわけです、ね。そうですね、ひめが。はい。まあ、これは1902年に、日本のソウル医学、海藻の学問の、あの、先駆けとなっている、遠藤吉三郎博士。この方がですね、潮の岬のいつも、広めの標本を取ってまして、それをもとに、 広めという名前を記載しているのが、一応その広めという名前としては一番初めです。なるほど。広めという名前が初めて出てくるのは1902年、串本潮の岬の方で、その名前がもう決められたわけですね。はい、そうですね。一はめっていうのは結構和歌山独特のやっぱ呼び方だったんですかね、はい。そうですね。田辺エリアだけのまあ名前で。でも前々回聞いたところでよると、その徳島の方では広めのことを暗クと呼んでいるかも。はい、そしてあの大分の方では幅って呼んでる。えー 各地でかなり呼び方が下がったんですね。そうですね。うん、結構魚でもそうですけれども、やっぱり地域地域の呼び方っていうのがあって、何を言ってるのかわけがわからなくなるので、まあ、標準和名というのが決められているんですけれども。 だんだんとお、この現代にお話が近づいてきましたけども、はいはい、1902年というともう熊楠さんもご活躍の時代だと思うんですが、はいええ、熊楠さんは何か広めについて言及されてるんですかはい。実はですね、その同じ年に、勝浦の方で、熊楠さんが採取した海藻の標本の中に広めと思われるものが含まれています。ええ、ちょうど熊楠さん、あの、海外から帰ってこられて一旦勝浦に行って、はい、いろんな植物を採取する際に、かなり海藻も、 撮っているようなんですね。えっ、ー、と何年か前に国立科学博物館でクマグス展が行われまして、その際にもクマグスさんの海藻標本も多少展示されました。うん、本当に田辺に来る直前のクマグスさんですね。そうですね。ただクマグスさんもご存知の通り植物だったり年金だったりキノコだったり、もう非常に幅広いものを研究してまして、で海藻ってまだ当時そんなに情報もなく。 種名までは、熊口さんは書いてないんですね。ただ、どこで取れたものとして、あの、お芝にした標本が残っているだけなんですけれども、まあ、なので、もしかしたら、もう、場合によっては、あの、都市が取ってる粘土が一緒なんで、その、遠藤博士と一緒に行動してた可能性もあるのかなという、気もしなくはないんですが、その、藻類の方は、そちらに任せて、ちょっと手は、もう、キノコや、あの、年菌、陸上の植物だけでも、とんでもない量の標本を、 もう、総理はちょっと手を引いてしまったのかなという。いや非常に面白いですね。先ほどあの、見るという回想が、はいえー、万葉集でした、はいえー。歌がね、残されているというのがありましたけど、はい、その、広めが出てくる和歌ですとか、はい、小説、文学作品ですとか、っていうのは何か思い浮かびますか、はいはい、えー、なかなかあの、調べきれてはないんですけれども、えー、基本的にはないかなと。 思います。まあ、万葉集は、ま、ワカメですとか、うんうん、あのー、まあ、玉も狩るとか、めカリとか、そういった、その、海藻を飼ってる風景っていうのが割と、万葉集の中に、ま、出てくるんですけれども、まあ、広め自体が、もう、ワカメとおそらくは、一緒くたにされていたっていうところもありますし、なかなか作品の中で、広めが出てくるのはなかったんじゃないかなと、 では、ぜひですね、あの、ラジオをお聞きの皆さんからですね、はい、あの、広めがこの小説に出てくるとか、この歌で扱われてるとかですねえ、ございましたら、ぜひ、広めラボの山西さんに情報をお寄せいただければなと思いますね。<laughs> はい、お願いします。あの、和歌山では広めの食文化が非常に、はい、あの、豊富だという話がありましたけれども、はいはい、なんかその和歌山で広めが愛されてるなと感じる瞬間って何かありますかねそうですね。 えー、やっぱり、まず私がこう、広めラボという形で、うん、まあ仕事が成り立つというのが、まあ田辺じゃないと無理かなという気もします。で、この広めの養殖のために種糸作り頑張ってるんですよとか、うん、まあそういったことをお話ししたときに、やっぱり皆さん、あ、一ハ目、美味しいよね。頑張ってね。というふうに、まあ声かけてくれる方が多いんですね。うん、でそういったところで、やはり皆さん、まあ一メ目美味しい。うん で、それを養殖するのを頑張ってと応援してくださるという環境がある時点で、やっぱり、広め自体が田辺で愛されてるんだなと思います。ぜひ、未来の子供たちにも美味しい広めを残していきたいですね。そうですね。それでは、山西さん、最後にですね、はい、あの、この山西さんの広め研究の最終的な目標と、はい、そしてリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい。今、広めの養殖用の種糸につきましては、 かなり生産はうまくいくようになっていまして、うん、大量生産の目処も立ってきています。あとは、あの、いくらたくさん作ってもやはり売れないと、漁師さんも収入にもなりませんし、養殖も行われませんので、ここからはですね、広めを広めていくという、うん、まあ冗談半分に聞こえますけれども、はい、やはりいろんな方に広めを知って食べていただけるように、うん、情報発信ですとか、うん、新しい料理方法ですとか、まあそういったことも、えー、やっていかないといけないなというふうに考えています。 ちょうどこれから、広めの時期になってきますので、まずは旬の広めをぜひ、美味しく召し上がっていただきたいな、というところが一つと、今ですね、環境省さんの、令和の里海づくりモデル事業、というものに、新庄漁協さんと一緒に出したものが採択されておりまして、里海というのは、あまり聞きなじみないかもしれませんけれども、まあ、豊かな海、というのが、私たちの社会にも密接に関わってますので、豊かな海を維持しながら、そこからの恵みを得て、 いろんな、えー、人たちがその海に関わって生活をしていきましょうという、まあ、ところなんですけれども、まあ、このモデル事業に選ばれた中で、まあ、鹿島高校さんと商品開発をしたりですとか、広め料に関わるような、まあ、体験、いろんな自然体験なども企画しておりますので、えー、ただ食べるだけではなくて、広めを中心にまた海を学んで体験していただけるようなことも企画しています。そちらもぜひこれから情報発信していきますので、楽しみにしていただければと思います。今月の避難歴分道場、 この田辺の特産である広めについて非常に奥行きのあるお話を広めラボ代表の山西秀明さんにお伺いしました。山西さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。